日本一の色男は1963年公開の日本映画植木投手園で10本作られた日本一の男シリーズ第一作である。光る源氏を彷彿させる名前を持ち、美女たちからモテモテになる主人公を植木が演じているが、ほろ苦さの残る展開もあり、シリーズ中でもやや異色の一作と言える。同時上映は駅前シリーズの喜劇駅前茶釜。 キャッチコピーは、女は幾万ありとても腕に、覚えのシーチョークドキ。すすめ、植木の無責任男。日本無責任時代、日本無責任野郎のヒットに気をよくした、藤本真澄プロデューサーだが、真面目人間こそ、真の幸福が得られるというようなサラリーマン映画を、量産していた藤本は、無責任男のキャラクターに不満を抱いていた。そこで、藤本は新たに、 社長シリーズのメインライター、笠原良造に依頼し、植木のキャラクターを無責任男から有限実行難へと変更した。この有限実行サラリーマン路線は、1967年の日本一の男の中の男まで続く。本作は女学校の教師から化粧品セールスマンへ転職した光等が、あの手この手で美女たちを虜にしつつ、 売り上げを伸ばし大いに稼ぐが、その真の目的は、といった内容。当時の一戦級の東方女優が、植木の相手役として、多数出演。そして、無責任時代、若い季節や、無責任野郎で、植木と共演した、瞳明が本作より、植木の上司役として、ほぼ定着し、おなじみの名台詞、バカ、が登場することとなる。女子校教師の光等は、 厳粛な卒業式でなぜか突如踊り出し、式をめちゃくちゃにして、学校を飛び出してしまう。化粧品会社のセールスマンとなった、彼は、言葉巧みなセールストークと、破天荒ながら計算高い手法で、女性たちを陥落させていき、トップセールスマンとして、巨額の金額を稼ぎ出すのだった。女性たちはそれぞれ自分こそが、光等の恋人だと自認して追いかけるが、等は逃げ出して、 党がどうしてこんなにモテるんだろうを歌った国立競技場。ありがとうございます。